先生、巻き藁、はい、っていうのは伝統空手で必須のトレーニングっていうか鍛錬のような感じがするんですけど、これ何でするんですか？まあサンドバッグだったり何だったりいろんな結構道具ありますけど、巻き藁一番いいのはもちろんね、手首が巻かないようにとか言いますけど、もちろん腕力でもあり倒すって言いますけど、この巻き藁、まあ棒がついてるのもそうですけど、この強くバーンって言って終わりじゃなくて、この後ですね、ゴキっていうこの中の骨折る壊す練習に一番最適なんですよ。ただ強く終わりじゃなくて、この後練習が一番いいんですよ、負けは。なるほど。これいわゆるこう威力をバン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 やるというよりは、相手の肉体を破壊する技術を身につけるのにちょうどいいということですか？そうですね。拳鍛える、手首鍛えると言いますけど、それも正しいかもしれませんけど、この感触っていうのも、人間が我慢する、その後、一番いいです、一番。縦でも、縦でもそうですよ。首都部でもそうですよ。この後が、なんていうんですか、説明は難しいですけど、この後が、全部。なるほど。それが普段おっしゃられてる、刺すっていうことですか？そうですね。ちょっと腰に立ってみ。それさえできたら全部の技。もちろん正拳しかり。ね。当たり前ですけど、ここできて、イメージができてくると、横も、縦も、ほんと膝も。できてきたら、構えて、左側も言うな。構えてくれ。ここ。ね。イメージが湧くでしょ。なるほど。イメージが湧くから、例えば、ここ。これが少しでも寄れば、溝になるんですよ。ね。ここ、まっすぐ突くのもいいけど、もしかして打ってきたの避けたかもしれないし、このフック、ただのボクシングでフックでも、必ず脇を締めて、突き、回し突きというんですけど、この状態まで寄った時に構えて、こっちをついて、回して受けた時に、この後、この状態からこの状態からこの後ですね、この入った後ですね、この中を壊す、なるほど、イメージすればいいんですよ。鍛錬練習してここね、全部できますよね。あと直して、まさにあれですね、本当に武道なんですね、そういったところが。武道ですし、沖縄の空手の鍛錬法ではもうこれがやっぱり本当に一撃で壊すってことは失礼ですけど、効かす、折る、破壊する、一人一撃で倒して次の相手行く、そういう意識するところすごい大事なんですね。じゃあまたあれですね、その本来の巻き藁のやり方っていうのをまた別の機会を教えていただいてもよろしいですか？これはですね、もちろん喜んで皆さんのためだったら教えますけど、あくまでも本物ですので、まあ言葉悪く言えば殺人剣じゃないですけど、本当の油ですね、しっかり、自分が壊す人多いですから、こっちの骨がパカッと出てきてるとか、ちゃんと練習して鍛錬積んでからだったら喜んで、自分の心を鍛えるためだったら本物の伝授していきたいなと思います。ありがとうございます。はい。